え？唐突で実に素朴な質問だな。面白いな、今のお前。なるほどね。よし、行こう。勝負だ。晩飯をかけようぜ。嫌な空になってるな。はい、皆さん、降ってきたね。はい、カナタさん、正義ってないのかな。何？正義？うん、正義。アホね。正義なんて、そんなもの、そこら中に転がってるよ。だよね。ああ、濡れちゃう。だってさ。正吾、お前の見つけようとしてるものって何なんだ。覚えてるか？いつだったか、あの時のサリのレース。自分で言ったことだよ。覚えてるか？お前は俺に負けた。お前は見つけてもらうためにライトをつけるんだろ。でも俺は見つけるためにつけるんだよ。それって何？俺へのアドバイス？それとも世間の秩序でも守ろうとしてるのか？本当は悔しかったんだろ？畜生って思ったんだろ？俺がフェアじゃないってことを強調して自分の気持ちを慰めたかっただけだろ。それって社会的な正当性を傘に自分の感情をごまかしたり自分の立場を曖昧にしたりしているだけだ。違うか？そういうふうに自分の外側に善悪を一つに決めようとするからこんがらがるんだよ。正しいことなんて一つじゃないんだ。たくさんあるんだよ。理屈じゃなくて自分の感情に聞いてみろよ。そうしなきゃ、きっとお前自身の正義が唯一にならない。嫌い？もし、私がそれを本当にしていたとしたら、今正吾が考えているような正しくない行為を、もし私が本当にしていたとしたら、私のこと嫌いになる？
ショーゴ。どうしてだろう。嬉しいのに涙が止まらないよ。あの哲学の講義ってレポート再提出なの？どうったの？何やらかしたの？私のノート役立てなかったの？あの先生って評価超緩いはずなのに、金魚鉢の考察？何これ、全然哲学とは関係ないじゃん。ないよ、金魚鉢なんて。もうそんなことあるわけないでしょ。どうかしてる、呆れた。あったかな。アホかも。手伝って
あげるから真面目に書こうね。単位がかかってるんだよ。酒飲んだとしても、その愚痴も、例えばお腹が出ぐっちゃったりして、夜中の通販番組見てこっそりダイエットマシン買ってこそこそコンプレックスと戦っても全然成果が出なくて、相変わらずポコッと可愛く出てるとしても、その脂肪も、その野暮な携帯の音も、正午の何もかも全てを、愛してる。